ちょっとこっち向いてもう映ってますからね、ここ使っちゃおうかな。めちゃかっこいい FX3 やばいやばい、物欲がなるよね自分のチャンネルじゃないか、すごい少年のような。いやもうこんなカメラも見てるだけで癒されるもん。いや画角どうすか、見えます、このフォルムに癒される。いやもう変態ですね。いやなんかもうこのさ、あのツートンカラーじゃん、はい、なんてかっこいいんだろうね。さ、いいっすね。そうなんですよ、この感じ、シンプルな感じがすごい好きなんですよ。一応オープニングがコラボしてくださった方も、はい、僕の子供がサングリーン、太陽緑なんですよ。でサングリーンハウスもしてるんで、うんうん、サングリーンハウスへようこそって言っていただいて、ワッタンです、あ、ようこそ、で、ワッタンです、コバシャールです、はい、みたいな感じでオープニング入っていいですか、はいはい、サングリーンハウスへようこそ、ワッタンです、コバタンです、コバタンいただきました、コバタンです、ありがとうございます、コバシャールさんです、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。本日はコバシャールさんに僕のチャンネルに出ていただいて、コラボ YouTube になっております。はい、はい、前半の動画は概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらをチェックしてから見に来てください。ということで、僕のチャンネルでコバシャールさんについていろいろ聞いていきたいと思うんですけど、答えれることと答えれないことがあります。いや全部言ってもらいますよまずもう何者なのかって感じですよね、もうこの雰囲気。僕のチャンネルに出てくれる方は結構ミニマリストだったりビーガンの方がコラボでいるんですけど、ビーガン、ビーガン、ビーガンですよね。ただあのちょっと申し訳ないんですけどはいはい、はい、ミニマリストからは程遠い。あ、そうなんですね、うん、意外ですね。もう物買うの好き。あ、本当ですか。確かにファッショナブルな感じとかもありますね。いやなんかね、もう、断捨離とかっていう概念は僕の人生にほぼないね。結構珍しいですね。ビーガンの人って結構そこら辺通ってくるというか、うん、なんか食も手放すとかってあるじゃないですか。あ、食は手放していたけどね。はい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 。物は、物は増えるばかり。はい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 。で増えてしまう場所がなくなったら、はいはい、倉庫を買おうかなみたいな感じ。うわすげえ、またこのね新しい感じ。倉庫を建てればいいかなみたいな。うわ出ました。蔵まだ開いてたなみたいな。はいはいはい。うわすげえ、だから今までとはもう本当にだから自由ですよね、まさに。そうだから小林原さんの全然僕パーソナルなことを知らないんですけど、逆に聞いてこなかったんですよ、これがあるなと思って。そうなんですよ。小林さんでいいんですよね。はい、小林です。はい、はい、下の名前は小林正智。正智さん、はいはい、なんで小バシャールさんなんでしょう。小林っていう名前にして、そしてバシャールが好きだから、はいはい、お前は小バシャールだっていうあだ名がつきました。はいはいはい。バシャール分かります、皆さん。バシャールって何ですか。ですね、まあここから話すとまあうさんくさい話なんですが、はいはい、いただきましょう、まあ、いただきましょう。なんですよ。はい、いただきましょう。そういうの欲しいかった、とある宇宙人がですね、はいはい、アメリカ人のダリル・アンカさんの体を使って、はいはい、イタコさんのように降りてメッセージをくれてるんです。はいはいはい。その情報がですね非常に奇抜で、はい、まあ、そしてなんかよくわかんねえなみたいな、はいはい、それが真理じゃねえかみたいなことを感じてしまってる人たちが世界中にいてですね、なるほど、その本がたくさん売れてる。なるほど。いまだにそういうセッションが行われてるんだけど、ロサンゼルスでね、うん、で僕もそこに行った口なの、はいはい、で、その時に僕は大好きだったものだからバシャールが、はいはい、で、本は読み漁ってたし、はいはい、で、呼ばれて、はい、行けますよ、一緒に行きませんかって言われたから、はいはい、行くって言って2つ目に行ったの。アメリカまで行ったの。うわ、直接会いに、はいはい、でダリル・アンカさんのお家でね、はい、でそこで宇宙人を降ろしてもらってはい、はい、で話をしたの、はいはい。でそういう動画もいっぱいあるんだよ。はいはいはい。まあ、今はあんまないかな。でも宇宙人を降ろしてもらう、宇宙人をスパンと降ろしてもらう。イタコさんってあるじゃん。はいはい、わかります。で、その死んだじいちゃんを降ろして喋るとか、はいはいはい、あれをやってくれるアメリカ人がいるの。はいはいはい。で、それを降ろしてもらった状態で、はいはい、いろんな質問ができるんだけど、はいはい、うん、そしたらもうすごい、もう的確にスパンって、もう何の迷いもなく一度も噛まずに喋る。へぇー。すごいテンション高いんだよ、それ、はい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 、それまでお題変わらない人なんだけど、はいはい、スポンと入った時はもう記憶がないんだって。大丈夫ですか皆さん、ついてきてます。大丈夫大丈夫大丈夫、だいぶ置き去りにしましたけど今視聴者を大丈夫大丈夫、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか、はい、ちょいちょい確認していかないと、はい、確認していかないと大丈夫そう、はいはい、大丈夫そうでした。で今は YouTube では何発信されてるんですか。 YouTube は、まあ、小橋あるってあだ名がついたぐらいだから、はいはい、あ、そうそう、そのロサンゼルスで僕はあの宇宙船に何度も連れて行かれてたの。はい、出ましたよ。大丈夫ですか皆さん大丈夫ですか。ちなみに僕はあの宇宙人崇拝じゃないです。はいはいはい、どちらかというとそんなに興味がないんだけど、はいはい、でもまあまあ好かれるだろうなと思うんだよね。はいはいはい。だから好かれているんだろうな、だから来るんだなと思って、うん、でたまにこう乗っていろんなとこ連れて行かれるわけ、うんうん、そういうこともあったので、うん、バシャールに直接僕を連れて行った宇宙人の名前とかその目的とか何って聞こうと思って、うん、で聞いたらいろいろ教えてくれて、うん、
でそういうことがビデオに残ってたのね、はいはいはい、でそれを使ってなんか、まあそれを出しにしてるみたいなもんだね、はいはいはい、うん、それで YouTube で今話してると思うと結構食の話多いじゃないですか。そう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 、それはど何がきっかけなの。食はね、あの若い頃に25、6の時に、白砂糖は良くないって、はいはいはい、はい、マッカーサーが白砂糖普及したんだと、はい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 、だから、それは洗脳するためだと、はいはい、いいですね、みたいなことを聞いたのね。いいですね、ストレートでいいですね。それをずっと昔に聞いてたのをある時思い出して、はいはい、でも結婚してたんだけど、はいはい、いや明日から、あ今日からもう白砂糖やめようみたいなことを僕が言い出して、うんうん、それがきっかけでいろんなものをやめていった。なるほどなるほど。でビーガンになったのはいつなんですか。ビーガンになったのはね、ちょうど震災の頃、はい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 、東京の震災の頃にほぼほぼビーガンになって、はいはい、もういらないねみたいな、はい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 、うん、で、でもまだ出された魚ぐらいはなんか申し訳なくて食べてた、はい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 、でもそれもいらないねって言って多分、うん、6、7年ぐらい前なのかな、はいはい、もうそれももう出されても食べない、はいはい、肩書き的にはどうなるんですか。宇宙の法則コーチあ、一応コーチコーチってことですね。まあでもそんなね、やんないんだけど、個人セッションももうやってないんですけど、はいはいはい、あ個人はやられてないですね。今はなんかオンラインサロン、オンラインサロンとあとは、はいはい、合宿はやってるかな、はいはい、あ、うん、合宿はどこでやってるんですか。久高島とね、あと御殿場、あの断食合宿とかもやってるんだけど、はいはいはい、はい、久高島が多いかな。へえ、うん、あ久高島と、そう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 、あの神の島、あそこにみんな呼ぶんですか。そう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 、うわすごっ、めちゃめちゃいいっすね。3泊4日何もない島で、え何をするんですかそこで。内緒やばい大事なところ、これほんと内緒なんだって。あ、そうなんですか。そこに来た人しか知らない。うわいいっすねそれ、めちゃめちゃ面白そうっすね。もう今んとこもう怪しさ全開なんですけど、実はこう見えてめちゃめちゃリアリストっていう、めちゃめちゃ現実的ですけど数字大好き。そうなんですよね、だからここが僕とすごいマッチする部分だなっていうか、なんか目に見えない部分はめちゃめちゃ大事にしてるけど、実は根っこはすごいリアリストだっていうところが、なんかもう見た目からは想像つかないぐらいすごい現実的な生き方というか、そこら辺が現実的っていうか、まあちゃんと仕事はするね。うんうんうん、あとね、夫婦喧嘩とかも全部数字で解決するね。すごい、どういうことですかそれ。もう全部計算すれば出るじゃんね夫婦喧嘩数字で解決するって僕初めて来ました。いやこのね、この宇宙、宇宙ね、はいはいはい、地球じゃなくてね、はいはい、宇宙、この全ての次元を包括したこの宇宙全体でこの次元を超えたところでね、はいはい、その唯一この地球上にある学問で通用するのは数学だけなの、うんうん、おお。あとは通用してない、はい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 、うん、答えが出てない。ね、法則的に違うの、うん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 、数学だけはどの次元においても共通なの、うん、へえ。1たす1は2だし、1たす2は3、はいはいはい、4か、うんうん、危ない危ない危ない。そうそうそう、はいはい、だから僕は全てが数学だと思っていて、うんうん、これもさ全部数学でこう出てもらったんだよね、うん、何 R とかさ、うん、硬さ、うん、いろんな尺度で見た時に、うん、全て数字で表現できるはずの、うん、距離も全部ね、時間もさ、だから全部数字に置き換えれるはずなんだけど、はいはい、だからその、数字的なことで大体解決できるの。この間子供を叱った時も、あ、はい、子供がねなんか泣いてたの。電車をこう妹にあげるの嫌だとかそういう話で泣いた時も、うんうん、あ、それは全部数値化しようって数字化したの、うん、これ何回使ったとか、はいはい、ね、これから妹が何回使う、はいはい、そういうのを、値段から割ってたら、うんうん、あ、あのどうぞまこちゃんみたいな、はいはいはい、ここで納得するの。いや、やっぱそうっすよね。そうそう、数字というかその総量が見えてないから、うんうん、なんかみんな迷うんだけど、はいはいはい、でも結構簡単でね、うんうんうん、正確だなと思って。いや、まさしくなんか、なんて言うんだろうな、まあ師匠じゃないですけど、まあ年齢的にもそうですけど、まあおいくつなのか聞いたことないんですけど、いやいくつ見えるっていうふうに聞く人が僕嫌いもうめんどくせえなと思って早く答えろと。48です。マジっすか。はい、すいません。うわ、僕今初めて聞いたんですけど、マジっすか。いや、失礼のないようにちょっと低く言おうかなとか思ったんですけど、何の数字言っても多分、マジっすか。えミミさん51で小林さんが 48、これですよ、ビーガンマジックです。本当にビーガンマジックがよくわかんないけどね、もうふざけてるのかね、いやいや、子供のままなのか。なんかでもマインドも見た目も全部発想も全部若々しいんですよね。だからなんかこういう人を僕のチャンネルでどん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 紹介したいなっていう気持ちがあって、で今回こうやって気があって
会うって言っていただいて、コラボすることで、いや、嬉しいです。マジ好きだよ。そうなんですよ。だから、そういう、なんていうんですか、リアルと、この、なんていうんですかね、スピリチュアルな、フィジカルとスピリチュアルな部分、両方いいバランスで、こう、人生を楽しんでるっていう人をぜひ、紹介したかったので、僕のチャンネルに出ていただいて、本当に嬉しかったです。もう、ぜひ、ありがとうございます。いや、もう本当に、もう、こちらこそです。コバさんから声かけていただいて。で、もう、コバさんの YouTube チャンネルは、僕のチャンネルみたいに、ふざけた、あの、エンタメチャンネルじゃなくて、めちゃめちゃ、もう世界の真理とかもう法則をたくさん勉強になる動画たくさんアップしてるので、ぜひぜひコバさんのチャンネルも遊びに行って、いやいやいや本当に本当に僕も早速最近の動画も学びがありましたし、もうぜひ見に行っていただきたいと思います。はい、またどこでお会いできるかな。いや本当またもう会いたいよね。もう本当にやろうよこれ、ぜひぜひお願いします、ね、なんかズームオンラインとかそういうのもいいですし、全然もうビーガンのチャンネル作ったら出てよ。あ、ぜひぜひお願いします。ちょっと地雷踏む系で地雷踏む系で、怖えなおばさん、怖えんだよ本当に。いや本当あのまあね、うん、前半のさ 僕のチャンネルの方を見てない人たちがいると思うんだけど、うんうんうん、その本当ワッタンと僕とミミさんでやったその公演がね、うん、すごいフィットしてね、本当にもうこのフィット具合はこれ世の中変えれるなと思って。いや、やばかったですね、うんうん、だってビーガンじゃない人たちが大爆笑した僕らのね、僕らのトークでもうたくさん楽しんでいただいたんで、またそれも後日アップできたらいいなと思ってるので、はいはいはい、ぜひぜひ今後もこの動画もグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、というわけでまた次の動画もお楽しみに。バイバーイ。